はい、ではチャン大杯第4試合やっていきましょう。コージさんですね。じゃあどうしよっかな。レベル280か。山本投手いこうかな。はい、これ則本投手の極み来るかな。お願いだから。あれ、てか本当に動画で言いました、自分菅野投手苦手って。やめて、本当にやめて、もうトラウマなる。もう顔も見たくない。しかもですね、なんかもういろんなバリエーションでやられてる気がするんですよ。いろんなバリエーションでしっかりと打てる球を打つ、まあ、当たり前ですが。あのスライダーには手を出さない。スライダーとカットの見極め、あとは縦カット、あれがねそこそこ打ちやすいんで。だから言ってるじゃない。何やってんのよ本当に。ワンシーム、うん、分かったよ、分かりましたよ。これ、やくぞ。いや今のはね、ま、いろんな皆さん打ちやすいボールとか人によってあるとは思うんですが、今のは自分としては捉えたいボールですね、絶対に。うん、もうちょっと下叩きたかったですね。どう、よし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 、今のコースの打った、多分ストレート張ってるだろうこいつって思ってると思うんで、変化球に入りましょうか。あ、 OK OK OK。 あ、タイピン持ってます。なんか変化量がエグい気がするんですけど。あー、タイピン持ってました。なんか特殊能力発動しましたよね。なんかさっきより球種が、あ、しかもお願いします、スタンプ送るの忘れてた。ちょっと今からでもいいかな。ちょっとですね、最近自分スタンプをオフにしてずっとリアタイやってたんで、そう、スタンプ送る癖がちょっとなくなっちゃってたんで、すみません。あえてここ、よし。山本投手はやっぱこのカッターと高速スライダーの組み合わせ、ああちょっと単調かな、でも。うん、もう一球いきましょうか。このあえて真ん中から、よし、そうですね。うん、ちょっと危ない気がするな。でも今の危ない気がする、危ない気がするぞ。ボールでいいです、ボールでいいよ。そう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 、 OK ですよ。うん、ちょっと今のも危ないかな。あ、ちょっと危ない、危なかった。これはね、危ないっす、今の危ないっすね。あ、多分浅村選手の応援曲も自分作ったんですよ。もしかしたら山田選手か浅村選手どっち使うか迷ってたんで、多分作ってるんで流れてると思います、応援曲。流れてなかったらごめんなさい。あ、ちょっとこれはいかん。ちょっとあそこの攻めは通じないかな。でもね、まだツーシーム投げてないんで。え、嘘、嘘でしょ。ストライクだと思ったよ。あかん、もう、いや怖いな、ツーシーム投げるの怖いな、怖いな。あ、危なかった。なんでなんで今、今ショートフライだと思った。え、めっちゃ飛んでた。え、なんで、本当にショートフライだと思った。あれ、全然感覚が違ったぞ。なんでこれね、ストライクが欲しいんだよな、ここに。さっきから、あ、これいいんじゃないですか。よし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 、カットだと思わせて、
今度はスプリット、よし、あー、オッケーオッケーオッケー、いいいいですいいです、今のでいいです、バレるかなー、あ、ダメだよこれはか、やってしまった、違うんだよ、投げたいコースとちょっと違った今、そうですね、あかん、もうこれやばいな、打たれそう、なるほど、さあ何をする、あーやっぱり打たれたおー、これはあかんで、これはあかん、これはあかん、いやー、やっちまいましたね、いや、あのツーシームだな、あそこがポイントだったな、絶対もうね、やっちゃったな、いやちょっと今のは心折れたなちょっとまだ2イニングあるから頑張んないといけないんですけど、攻撃めっちゃ打ちますねあれ前回浩二さんと何対何でした、なんか負けたのは覚えてるんですけど、めっちゃ打ちますね、こんな危ないかな、ちょっと投げるとこないよ、ちょっとあえて逆にこんなところにストレート、よしからのスプリットフィンガー、よし、もうあかん、こんな、これはやばい、ちぇちぇ、どうかな、どうかな、こんな、あ、オッケーオッケーオッケー、いいです、外から入れますね、これどうですか、よし、あ、あるか、本当に投げる球ない、これ、その山本投手スタミナが、あ、これ甘い、ちょっと甘い、スタミナがあんまりないから、最後に耐えるのはもうツーシームしかない、打たれるかな、大丈夫ですね、はい、まずいなぁ、いやー、あのツーシームであそこが悔やまれる、くそー、いや、早いんだよ早いんだよ、これヒットになってお願いしますもうボールやんボールやん、どう、あ、振り遅れて、あかん、もうちょっと気持ち立て直して、マジで諦めたら本当に終わるよ、諦めないで、マヤミキさんばりに諦めないで、これはもう本当にスライダーでしょ、スライダー、また来たまたカーブ地獄もう、あ、またやられてる、これにもう前の試合と一緒、もうちょっとあ、じゃあですね、ちょっとピッチャー変えるんですけど、あのですね、自分ですね、金子投手をあんままだ使ってないんですよ、リアタイで、だからちょっとあのここらでね、いや、まだ諦めてないですよ、諦めてないですが、どんなもんなのかなみたいなのちょっと確かめておきたいので、まずはスプリットフィンガーガーンダメだダメだこれまずいかな、まずい気がするな、一回ぐらい投げたと思うんですけど、なんか打たれたんですよ確かその時って、ちょっとね、さっきやりたかったのを このあ、ここそう、あ、打たれてるやん結局打たれてるやんあ、もうちょっと中入ってたじゃないですか、あのさっき、あやった、コールドやられてしまったそっか、コールドあったんだ、そう、今のコースに、いや、だからね、今はもうこれ打っていただいて、もうすっきりしました、うん、さっきあそこのコース投げたかった、あの四つ角、ほぼ四つ角のところに投げたかったんですけど、ちょっと中入りましたよね、だからちょっとわーってなっちゃったんですけど、これはやばかったな、ちょっ
と山本投手使うのやめていいですか。いやなんかやっぱりちょっと自分のあれなんですけど、自分がダメなんですけど、だってちゃんと、ね、使いこなせてる人使いこなせてると思うんでね。いやーこれタイになっちゃったな、ちょっと。はい、小泉さんありがとうございました。はい。